どうもこんにちは、井上サンタです。今回は前回に引き続き日本に2年ぶりに帰った話の第2弾でございます。今回は東京の B-Boy に助けてもらったっていう話をしたいと思います。今映ってるのはですね、大久保駅の対面にありました、ベトナム居酒屋のねお店でちょっとランチを食べた時の映像でございます。なんかねちょっと勘が働いてちょこっと寄ってみたお店なんですけど、なかなか美味しかったです。でまたね、帰国が近づいてきたらですね、今度は日本からアメリカに帰るときにまた72時間以内、飛行機に乗る72時間以内にまた PCR の検査を受けて陽性をもらえないと帰れないわけなんですよね。で今回ですね、わざわざどこかに PCR の検査を受けに行かなくても郵送で PCR のキットを送っていただいてですね、やれるというサービスがあるってことが分かってやってみたんですけども、これがですね、帰る2日ぐらい前かな、電話でねまずオペレーターから連絡があってですね、でそのオペレーターの指示に従って PCR のキットに唾液を入れていくっていう作業があるんですけど、これがねまたちょっとドキドキしたんですよね。ちゃんと電話かかってくるかなと思っていて、で電話かかってきたんですけども、今度は唾液を、採取した後にですね、すぐに郵便局に行ってくださいって言われたんですけど、要するに郵送してくださいって言われたんですけど、もうね5時過ぎてたのかな、6時過ぎてたのかな、なんかねもう近所の郵便局閉まっちゃってるんですけど、どうしましょうかって言われたら、なんかどこかでもうちょっと遅くまでやってる郵便局あるんで行ってくださいって言われたんで、と思って、その日そぼ降る雨の中タクシーを捕まえましてですね、落合っていう駅かな、僕初めて行った駅なんですけど、落合の郵便局まで行きましたね。でタクシーに乗って、で運転手さんにね、落合の郵便局の住所を伝えたんですけど、最近はナビで行くんですよね、運転手さんも。なんかナビの情報が間違ってたのか、なんか違うところで降ろされて、そっから300メートルぐらい歩いてですね、落合の郵便局にたどり着いたんですけど、今度ね落合の郵便局たどり着いたら、この時間までにこの要するに僕の唾液がね届いてないと間に合わないって言ったんですけど、確証はできませんよって言われたんで、そこもねドキドキだったんですよね。だ結構ねそのこのミッションちゃんとその帰国の72時間前に唾液を採取して、それを然るべきとこに郵送して、そこが検査をしてくれて、で検査結果をまたメールで知らせてくれるっていうことになってたんですけど、陽性が出るかどうかもドキドキなんですけど、ちゃんと結果がね、連絡が飛行機に乗るまでに来るかなっていうのもドキドキだったんですよね。で結果が出る日がですね、渋谷にいたんですよ。私東急ハンズに行ってみようと思いましてですね、ちょうどマツコの知らない世界っていう番組僕大好きなんですけど、そこでラッパーのクレバさんが登場されていて、最近の文具の話なんかされていたんでね、クレバさんおすすめのボールペンとか買ってみようかなと思って、東急ハンズにたどり着いた時に、あそうだ PCR の結果出てるかもしれないと思ってメールチェックをね iPhone でしたら、結果のメールが来てたんですよ。でドキドキしてメールを開けて、大丈夫かなと思ったら、その陽性か陰性かの結果がですね、あ僕さっきからずっと陽性って言ってましたっけ、陰性じゃないと帰れないんですよね。陰性の方がいいんですよね。陰性の方が要するに COVID-19 になっていないっていう意味なんですけど、でその結果をね東急ハンズの階段でねメールを見ていたんですけど、 PDF が添付されてるんですよ、メールに。でそれを開けないと見れないってことだったんですけど、僕はその日本に滞在中にポケット Wi-Fi をねレンタルしてたんですよね。でそのポケット Wi-Fi のその Wi-Fi の電波弱いのかどうか分かんないんですけど、 PDF のデータだけ開かないんですよね。でこれはね後に回せないぞと思っていて、困った、どうしようかなと思った時に、なんか知り合い近くにいないかなって、要するに僕東急ハンズの近くでね10年ぐらい住んでいたんで、事務所があったんで、あそうだグローアラウンドっていう B-Boy のお店が近くにあるぞと思って、あそこの店員さんだったら知り合いが多いから、ちょっと Wi-Fi 借りに行こうかなと思って、東急ハンズを出てですね、道の反対側に渡ったんですよね。でグローアラウンドを目指したんですけども、ちょっとね4、5年経ってるのか、私がねアメリカに移ってから4、5年経ってるんで、店頭に立ってる B-Boy の皆さんがですね結構知ってる人が一人もいなくて困ったなと思ったんですけど、ちょっとね勇気を振り絞ってですね、すいませんけど私こういうもんなんですけど、 Wi-Fi をちょっと貸していただけないですかねって聞いたら、心よくね貸してくださったんですよね。でね社長さんはね山さんって言ってお知り合いなんですけど、あんまりね店頭にいらっしゃらないんですけど、社長さん呼びましょうかって言われたんですが、大丈夫ですって言って、無事ねグローアラウンドの Wi-Fi をお借りして、ドキドキのね審査結果を開いてみたら陰性だったんですよね。で嬉しくってですね、そこの B-Boy のお兄ちゃんにですね、あおかげさまで陰性でしたって話をして、でなんかね素敵なお店なんで
ね、なんかお買い物しようと思ってですね、 DVD なんかを買って帰ってきたんですよね。ということでね、皆様にもですね、渋谷のね、東急ハンズの近くにあるグローアラウンドっていうのをねお世話になったってこともあるんですけどね、皆さんにご紹介したいなと思って、ちょっと動画をね回させていただいたんですよ。でメナストソサイティのね、刺繍がね胸にね、してある T シャツとかね、なかなか素敵だったんですよね。でこういったね、もうドゥーラグってね、なんていうのかな、布みたいなものを頭に巻くんですけど、こういうの本当 LA に行ったらいっぱいあるだろうなと思ったら、まあ行くとこに行きゃあるんでしょうけど、こんなにね、そのアメリカのヒップホップカルチャーのグッズがね満載のお店ってね、逆にアメリカにないんじゃないかなと思うぐらいなんですよね。でやっぱ日本の B ボーイたちって、まあアメリカ、ニューヨークとかアトランタとかロサンゼルスとかにね、一種の同型みたいなものを持ってね、憧れて、同じこと言ってますね、いるんですけど、で買い付けにね、コロナじゃない時にはね、皆さんよく行かれてたと思うんですけど、そのいろんなところをねくまなく回って、アメリカ以上にアメリカっぽい場所になっちゃってるっていうねことに、アメリカに来てから気づいたんですよね、というねお話でございました。ということで今回は東京で東京の B-Boy の温かさに触れたっていうお話でございました。よかったらチャンネル登録まだの方していただけると嬉しいです。そしていいね評価もいただけると嬉しいよなんて思っております。じゃあね、またね東京での話するかもしれませんので、次回もお楽しみにしててください。バイビー、 ABC やー。またのご利用をお待ちしています。